トータルエクリプス、前回の続きからプレイしていきましょう。自分の気が安らぐためなら平気で誰かを踏み台にする。そして何より、あいつが逃避する先は仲間でも女でも酒でもない戦術機だ。どうやらユーコンに来てから見聞きした情報を総合すると、ムカつくことにあいつは本当に変わったみたいだな。それでいてやるべきこともしっかりやっている。だがな、やっぱり人間なんて基本的なところは簡単に変われない。思い出してみろ、高村中尉が殉職してから今まで、まさにあいつは戦術機に逃げてやがったじゃないか。ああ。ではここからが本題です。だったらソ連の女にあいつがかまけてるのはどういうことだ。94セカンドの修理に目処が立ったから逃げの矛先を変えたのか。違うな、あんたらは勘違いしてる。言っただろ、あいつが逃げる先は戦術機しかない。それは今でも変わってない。つまりあいつは逃げているんじゃない。自分が受け取ったものをあいつなりに返そうとしているんだ。え、そうだろヴィンセント。ああ、俺はそう思うけどな。ユウヤが、まったく忌々しい話だぜ。あいつが自分が誰かのおかげで今があることを自覚できるようになった、それを誰かに返す。誰だよ、あの野郎をそこまで人間らしくしやがったのは。あいつが何も失わずにそこまで変わったのは誰のせいなんだよ。高村由衣中尉だ。なら、わかるだろ、あの女にかまけること。それがあいつなりに考えた、中尉の供養だってことが。その相手に、どうしてビアジェノワ少尉が選ばれたのかってことも、わかるでしょ。あのソ連女と、高村と優也は、似てるんだ。優也と高村中尉は、本気でぶつかり合ってお互いを認めることで、変わった。それなら、ビアチェノワ少尉と本音をぶつけ合えれば、彼女だって変われるはず。そう思ったのね。たく、あの野郎。俺を試して嫌がる。試す？どういう意味だい？ああ、別に、ユーヤが試してるわけじゃないんだけどね。取り返しのつかない過去は、そこだけを見ていたら、絶対に許すことなんてできやしない。だが、今が変わっているな。認めることができるんなら、それが未来に続くと信じられるなら、それでも許さないのか。器が知れるだろうが。レオン。つまり、それだけユーヤは変わったってことなのね。で、今度は自分が変われるかどうか試されるってわけか。あいつは過去を償わなきゃいけないはずなのに。泣いて謝るような後ろ向きな償いを期待していたらそうはならなかった。感情的にそれが悔しいのはよくわかるわよ、クゼ少尉。確かに器は知れるよな。さすがにこの命題、瞬殺とはいかないようね。ご容赦ください、何分根の深い問題なもので。さあ、言いたいこと言ったでしょ、そろそろ退散よ。ああ、注意、失礼します。ええ、お疲れ様。クゼ少尉、きっと優也のことが羨ましいのね。え、そうなの、なんで。あんた本当の海様でチワワ並みね。何よ。ま、憎まれっ子世にはばかるって言うしな。え、何それ、どういう意味。タリサ、やっぱ来てはなかったんだな。風邪ひくぞ。
ユヤか。やっぱりな。何がだ？お前がここにいるような気がしてきたんだよ。何？ユヤ、貴様見えるのか？見える？何のことだ？とぼける気か。今までもこういうことはあったが、すべて観察力と想像力によって導かれたものだった。だが今回は違う。いや、そう力説されてもな。お前、予感とかそういうのないのか？予感？そういう神秘的な表現が嫌なら、そうだな、統計、もしくは願望、そういうものに言い換えられるのかな。統計と願望は全然違くない？まあまあ、言いたいことはね、なんとなくわかるからあれなんだけど。ちなみに今回はどちらかといえば願望だ。ああ、いるといいなって。そっか。こんな時間に格納庫に A 社がいることなんて普通はない。でもいてほしいと思ったんだよ。だから念のためにここに来てみた。どうしていてほしいと思ったんだ？94セカンドが再起動しただろ。その話をお前としたかったんだ。別に俺が頑張った話をしたいっていいだろ？もちろんだ。それからお前が頑張った話を聞こうと思った。今日は俺自分のことで手一杯で、お前の試験は正直いつやってたのかすら知らなかったからな。そうか。そういうことであれば、私も貴様に来てほしいという願望を持っていた。だから今まで待っていた。何か言いたいことでもあったのか？言いたいこと、というか、ユウヤに頼みたいことがあった。頼み？なんだ？珍しいこともあるもんだ。クリスか？私にはもうユヤだけなんだ。こっちだ。何？了解。多分イーニアのことなんだろうけどな。なんだユヤ、まだ怒っているのか？いや、怒ってるってわけじゃ。私には未だにユヤが何に怒っているのかわからない。まあそうだろうな。ほら行こうぜ。私にはもうユヤだけなんだ。こう言われたらな。何かおかしいと思ってたんだよ。一瞬期待した頭の片隅でこいつに限ってと思ったわけだが、案の定だったな。期待したこと自体間違いだが、酒のせいだ。仕方ない。まあイーフェイに女を感じるよりマシだろ。かわいそうだよ。ここだ。強引なだけのいい子なのに。強引なのが問題か。おう、あの時と同じゲートか。中に入れば巡回警備兵もいる。私から離れるな。了解。今回はクリスカが変わってくれると思うが、状況は比較にならないくらい緊張している。捕まれば弁解しても無駄。最悪スパイ容疑で銃殺ってところだよな。いや、分かってて引けたんだ。今更そんなことを言っても始まらない。先導任せだぜ。了解。行くぞ。了解。
まあでも人がどこにいるかは大体わかるはずだからな。あと時間も多分把握してるだろうしな。大丈夫だと思うけど。行ったな。だが安全策を取ろう。もう少し様子を見てからだ。どうかしたか？いや、ちょっと懐かしくてな。懐かしい？前はお前に銃を突きつけられたんだよな。 あれは優也が悪いんだ。はいはい。なぜ笑う？こういう時は緊張感を持つのが普通だ。貴様の思考はよくわからない。お前に言われたくないな。さっきだって。これ以上隠れている必要もない。行くぞ。おい、ここだ。いいにゃ。目を覚まさないんだ、あれからずっと。あれから。でもお前、イーニャが会いたがってるって。そう言って俺を誘ったんだか。そうだ。だが、私の予感に過ぎなかったのかもしれない。正直、よくわからない。そうか。予感、この場合は願望ってことだろう。なんとなく、感じるんだろうな、その考えみたいなのは。医者は何と言ってるんだ？わからない。聞いてないのか？違う。医者もわからないと言うんだ。私たちは、特別だから。特別？こんなことありえないんだ。私たちは繋がっていて。それで、わからないことなんか。あるはずがないのに。いいにゃ。ほら、ゆうやが来てくれたよ。だから目を覚まして。いいにゃ。意識を失った患者でも、家族や恋人の声は届くって話を聞いたことがある。いいにゃは俺に懐いてくれているから。だから、クリスカは俺と会わせたかったのか。ねえ、いいにゃ。ゆうやを待たせちゃいけないよ。いいにゃ。ねえ、いいにゃ。クリスカ、ちょっと変わってくれ。ああ。いいにゃ、俺の声を聞いてくれ。目を覚ましてくれ。寝坊しているとクリスカが心配するぞ。ミーシャも、俺もだ。だから、いいにゃ。目を覚ましてくれ、いいにゃ。お前、俺のために頑張ってくれたんだろ？まだお前にありがとうって言ってない。目を覚ましてくれよ。何もできないまま大切な人が去っていく。お袋もゆいも。そんなのももう嫌だ。せめてお前だけでも元気でいてくれよ。またあの無邪気な笑顔を見せてくれ。もういい。ありがとう。待てよ。諦めるのは早いだろ。もうちょっとだけ。いいんだ、ゆうや。もう。クリスカ。ここに長居はできない。貴様に迷惑がかかるのは、いいにゃも喜ばない。目覚める見込みはなかったくせに、俺を連れてきてこの程度でいいなんて納得できるか。ゆうや。いいにゃ、俺は諦めんぞ。絶対にお前の目を覚ませてみせる。ゆうや、衝動的に貴様をここに連れてきたことは詫びる。だが、これ以上はまずいんだ。その思いがあるのなら、また、来てくれ。次があるとは限らない。これが最後かもしれない。俺なんて、懐かれるほど愛想も良くなかったはずなのに、無邪気に現れて慕ってくれて、それをただなんとなく受け取っていた俺に、いいにゃは、いや、お前も、俺を守るために命までかけてくれた。その思いに報いたい。なら、何ができるのか。二人の願いを叶えてやるくらいしかない。お前の不安を取り除いてやりたい。イーニアを目覚めさせてやりたい。こいつだって、このままでいいとは思っていないはずだ。お前を心配させるようなことをして、それでいいなんて思ってるわけがない。
イーニア、聞こえていたら少しでいい。目を開けてくれ。ユーヤ。麗しいことだな。うえ、やばいよ。サンダーク隊。隊、これは。ブリッジス少尉、今さら慌てなくとも。貴様が侵入してきたことは最初から分かっている。まったく。自分が悪いと言ったはずだがな。自由の国の人間がここまで奔放とは、勉強になった。いやー、これ、大丈夫なのか？大丈夫じゃないよな、隊。貴様は2回目だ。次に逮捕されればその場で銃殺ということもあり得るとは考えなかったのか？いや、考えました。お待ちください、サンダク隊。だがその英氏が特別な権限を持ったものであれば、話が変わってくる。この施設は特別な事情を抱えている。そのためここに立ち入るには特別なパスが必要だ。ビャーチェノワ少尉とシェスチナ少尉はそれを持ち、当施設内での行動に大きな権限を有している。以前、貴様が侵入した時のことを思い出してみろ。ビアチェノワ少尉が MP を呼んだことで拘留され、事情聴取も受けただろうが、それは形式的なものだったはずだ。これは貴様を誘い込んだのがシェスチナ少尉であると、監視カメラの映像によって証明されたからだ。そうだったのか。今回も貴様はビアチェノワ少尉の誘いによってここに足を踏み入れた。加えて、少尉にも私にも、通報するつもりはない。え、つまり貴様の侵入は不問に処されるということだ。タイ、貴様も知っての通り、あの事件以降シェスチナ少尉の意識は回復せず原因も不明なままだ。このままではあらゆることが立ち行かなくなるし、何よりもシェスチナ少尉の命が心配だ。以上を鑑み、ビアチェノワ少尉が藁をもつかむ思いで貴様を頼った気持ちは十分に理解できる。これは私の独り言だが、ブリジス少尉の呼びかけが回復の一助となるなら、今後もこの件には目をつむるつもりだ。あ、マジで？今後も来ていいの？タイ！何企んでんのって考えちゃうのが怖いんですけど。うん、ビアジェノ少尉の同伴が必要だ。そりゃそうですよね。フリーバスじゃないですよね。ご後輩に感謝いたします。もっとも、MP の巡回には気をつけねばならんな。どんな事情があれ、アメリカ軍人の侵入は言い訳が効かん。そうか、あくまであれだもんな、サンダーク隊員の独り言だもんな、さっきのはな。はっ。ブリッジス少尉、政治の壁にとらわれず戦友のために尽力する貴様に感謝する。ではな。本当に？よかったな、タイからのお呪術が出たぞ。出たね。出たのか。ゆうや？ゆうや？長いこと寝てたね。泣きそうだよ、俺。いいにゃ。意識が戻った。戻った。おはよう、クリスカ。ゆうや。おはよう。クリスカ、イーニア。よかったな。これで、お役御免か。はい。ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。
マジで目覚めると思ってなかったのかな、サンダーク。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。